北海道新幹線の建設工事が進む札幌駅。今回は新しい駅ビルの建設工事に伴い閉館するエスタとバスターミナルの正式な閉館日が公表されましたので、エスタ、バスターミナルの今後と、もう少しで工事が始まります新しい駅ビルについても紹介していきます。今回も最後までよろしくお願いします。まずは赤丸の場所からエスタについて紹介します。こちらはおなじみ札幌駅南口ですが、お隣に鎮座しているこちらの駅ビルが今年夏で閉店すると予告されていた駅ビルエスタです。1978年に国鉄バスターミナルの跡地に札幌ターミナルビルとして開業、各テナントとして札幌そごうが入店していました。しかしそのそごうは2000年に閉店、2001年に地上1階から6階までにビッグカメラが入店し、その後地下階のリニューアルやナムコ、ロフト、ニトリなどが入居していましたが、建物の老朽化と新しい駅ビルの建設に伴い8月31日をもって閉店することが発表されました。このエスタの道路を挟んで向かい側には東急百貨店札幌店があります。札幌駅とは地下で直結していますが、今年の2月からほぼ全てのフロアをリニューアル中で、エスタの各テナントとなっているビッグカメラが5、6階に、ナムコ札幌エスタ店が8階に秋頃移転してくる予定です。今後東急は大きく生まれ変わることでしょう。ところ変わってこちらは地下鉄東横線の札幌駅の JR 方面の改札です。この改札を出た人のほとんどが JR の改札や札幌駅の駅中商業施設へ向かっていると思われます。東横線の札幌駅の改札は地下2階にありますので上に上がる必要があります。こちらの階段と壁の向こうにあるエスカレーターからアクセスすることができます。しかしこの通路は駅ビルのエスタを必ず経由するというルートになっています。この奥がエスタの入り口、そして振り向くとこちらには地上に向かう階段もあります。一旦ここは地上に向かう階段を登ってみます。階段を上がった先はエスタの一番端っこのところ、ちょうどビッグカメラへの入り口があるところです。そしてこの横には西2丁目通りが通っており、この先にバスターミナルの出口があります。さて先ほどのところに戻ってエスタの中を進んでいきます。ちょっと人が多いのでカメラは下に向けておくことにします。 JR の改札や他の駅中施設に最短で向かうためにはやはりこのエスタを経由しなければなりませんでした。エスタを少し進むと床の色が変わるところがあります。ここから先はエスタからステラプレイスへと駅中施設が変わります。ちょうどここで接続されているんですね。ステラプレイスは新幹線の工事の影響をあまり受けていません。ちょうど人が今向かっている右側の方向からやってきました。実はこの札ドラの看板の裏側あたりから新たに連絡通路を作る計画となっています。現在はこの先エスタを通らざるを得ない状態となっておりますが、新たな連絡通路が開通する予定です。その連絡通路がつながる先は先ほどの東方線の改札の階から続くこの長い連絡通路です。札幌駅の北口の周辺の建物へとつながっています。東方線の改札から少し歩いたこの辺りに先ほどのステラプレイスの札ドラの看板付近とつながる連絡通路が作られる予定です。来年2月に開業予定。エスタの閉店から新しい連絡通路の開業までは先ほどの階段エスカレーターからステラプレイスまで至る通路は残される予定です。ちょうどその新しい連絡通路の工事が JR タワーホテル日光札幌前で行われています。ちょうど先ほどの札ドラの看板の上あたりにいます。新しい連絡通路はまさにこの道のように L 字に曲がるような形で建設されます。段差ありの看板の裏、もともと札幌駅のバスターミナルへ抜ける連絡通路がありましたが現在は廃止されています。ちょうどこの真下あたりで新しい連絡通路は階段やエスカレーターでもって下っていくところでしょうか。そしてこの辺りで先ほどの改札から続く長い連絡通路とつながれます。さてエスタ閉店によってかなり大きな影響を受ける施設がもう一つあります。それが札幌駅バスターミナルです。3つのバスレーンの中に多数の乗り場を抱える巨大なバスターミナル、詳しくは以前の私の動画をご視聴いただきたいのですが、エスタの建物が解体されるということで1階にあるこのバスターミナルの動向もかなり注目されていました。もともとこのバスターミナルは国鉄時代から存在しており、エスタの建物と同様かなり古さの目立つバスターミナルでした。その古さゆえに様々な課題を抱えています。
まずバスターミナルの中央付近には各レーンをつなぐ横断歩道が設置されています。横断歩道は一定時間で信号が赤に変わり、そして各レーンにあるゲートバーが閉まりバスが通過するという仕組みになっています。この横断歩道の歩道側の青の時間がなかなか短く、撮影中にも渡りきれずにこのゲートバーをくぐる人が何名かいらっしゃいました。さてこちらは北レーンの様子ですが、ご覧の通りかなり通路が狭くなっています。バスに乗る乗客の列ができますと通路幅の半分以上を埋めてしまい、かなり通りづらくなっています。そしてこちらは各乗り場の行き先を表したものですが、この札幌駅バスターミナルには高速バスのほか路線バスも多数発着しています。3つのレーンのうち南レーンは高速バス専用となっていますが、他2つのレーンは高速バスと路線バスが入り乱れ、多数のバス会社も発着することからなかなか分かりづらくなっています。南レーンは都市間バスしか来ませんので、その点では便利かもしれませんが、スーツケースを持った多数の乗客が乗り降りをするためなかなか手狭となっています。とても利便性のいい乗り場とは言えません。こちらはエスタの東側にありますバスターミナルの出口です。こちらは西2丁目通りと交差しており、バス専用の信号機が青になりますと、このように一斉に一番南側のレーンのバスから出発していきます。一応信号によって制御されてはおりますが、この西2丁目通りは一方通行ではないことから、北に向かう乗用車がバスの出口を塞いでしまうなんてことも撮影中起こりました。そして僕が個人的に一番不便だなと思うのは、駅周辺にバス停が散らばっていることです。エスタ下のバスターミナルだけでは収まりきらず、このように路上にもバス停が多数存在しています。なかなか利用しづらい状態です。バスターミナル内にある看板もどれも歴史を感じさせるものばかりです。そんな札幌駅バスターミナルは2023年9月30日をもって閉鎖。新しい駅ビルの完成までは駅周辺の3カ所に仮のバス停が設置される予定です。では新しいバスターミナルも入居する新駅ビルとはどんなものなのか、ここで解説していきます。先ほどのエッサの建物の区画と西2丁目通りを挟んで向かい側の北五条西1丁目地区にまたがって新しい駅ビルは建設されます。先日新駅ビルの建設の準備組合が立ち上がり、公式のホームページも開設されました。高さは JR タワーをしのぐ約245メートル、ホテルやオフィスが入る高層階と商業施設の入る低層階に分かれた構造となっています。低層階はガラス張り、格子状の作りは5番の目の街の形を、斜めに入るスリットは豊平川をイメージしているとのことです。今までエッサが担ってきた役割を果たしつつ、多様なニーズに対応するオフィスとホテル、そして各交通機関をつなぐハブとしての役割も持ちます。屋上には道央圏を見渡せる展望施設もできる予定です。あくまでイメージではありますが、吹き抜けを多用し開放的、かつ木材を使いぬくもりのあふれる空間になるようです。従来の札幌駅にはステラプレイスぐらいにしかこういった空間はありませんでしたので、なかなか新鮮に感じます。そして右下はバスターミナルの待合室の様子が描かれています。バスターミナルの待合室的な機能を持っている場所が従来の札幌駅には大きなものがありませんでしたので、こちらもなかなか便利になると思われます。上の図には新幹線の姿も描かれていますが、新しい駅ビルには3階に新幹線や既存の在来線の改札が、1階部分にバスターミナルやタクシー一般車の乗降場が設置されることになっており、また地下には地下鉄東方線の改札も位置しています。このように多数の交通機関の乗り換え通路としても使われることから、かなり交通機関同士の動線については考えられているようです。水平の移動をしやすくすることはもちろんのこと、上下の移動に関してもある程度集約し、当然のことながらバリアフリーにも対応します。また周辺の開発とも連携を図りつつ、歩行者の動線を確保するとしています。新しい駅ビルは既存の JR タワーやステラプレイスといった商業施設、そして新幹線ホームと在来線のホーム、地下を通る地下鉄東方線ともしっかりと接続がなされ、
交通のハブ機能としても期待されています。また創生川通りを挟んで向かい側の土地へと続く連絡通路も検討されています。 JR の高架周辺には新幹線の東側の改札もできる予定で、その下の区画については処遇が未定となっていますが、新幹線改札の設置と連絡通路の設置によって何かしらの計画が持ち上がるかもしれません。先ほども少し述べましたが、この新しい駅ビルの1階部分にはバスターミナルが設置される予定です。もともとのエスタがあった区画には路線バスのバスターミナルが、新幹線ホームや駅舎ができる北五条西1丁目地区には新幹線から乗り継ぐ客の流動を考えてか、都市間バスのバスターミナルがそれぞれ分かれて設置される予定です。それぞれのバスレーンは分かりやすいような動線となっており、道路と乗り場を完全に仕切ることによって安全かつ快適なバスターミナルになるようです。すでにどのようにバスが停車するのかのイメージまで検討されています。エスタの土地側に建設される路線バスのバスターミナルは、従来通り入り口付近にバスの待機スペースと降車スペース、そしてそれを過ぎると2つにレーンが分かれ、各乗り場少し斜めに止まるようなイメージがなされています。新幹線のホーム駅舎ができる側の都市間バス専用のバスターミナルは、東側で面している創生川通りから出入りするような形となっており、中央にはバスの待機スペース、そしてその周りに斜めに停車する乗り場がイメージされています。路線バスは従来のルートでバスターミナルに入っていく形になりますが、出口が面している西2丁目通りはバスターミナルの開業と同時に南向きに一方通行化される予定となっており、都市間バス専用のバスターミナルについても川をまたぐ形で道路が新設される予定で、これにより南北どちらからでも都市間バスのバスターミナルへ出入りできるようになります。新しい駅ビルについてはエスタ閉店、バスターミナルの閉鎖後から建設がスタートする予定です。現在はどのような状態になっているのか、実際に現地に赴いて見てみたいと思います。こちらが新たな駅ビルが建設される予定の北五条西1丁目地区です。現在は駐車場駐輪場の土地となっています。 JR の高架橋付近はすでに工事が始まっています。こちらは新駅ビルというよりかは新幹線のホームや駅舎を建設している最中です。一足早く工事が始まりました。そして先ほどの西2丁目通りです。将来的に新駅ビルはこの西2丁目通りを完全に覆うような形で建設されます。現在は奥に JR タワーや高架橋の奥のビル群を見ることができておりますが、将来的には新しい駅ビルで見えなくなります。こちらは創生川通りに面しているところ、大体この辺りに高速バスの出入り口が設けられる予定です。そして先ほどバスターミナルの説明でも言いましたが、川を少し覆うような形で反対側の車線に向かうための道路も建設される予定です。この創生川通りにはもう一つ大きな計画があります。それが都心アクセス道路計画です。こちらも詳しくは以前の動画をご視聴いただきたいのですが、大通り付近にあります創生トンネルという川に沿ったトンネル、こちらを北に延伸し、中心部から少し離れている札損道、札幌北インター付近までアクセスすることをできるようにする地下道路計画です。こちらも実現が決定しました。こちらの看板には先ほど皆さんにもご覧いただきました新しい駅ビルのイメージパーツが書かれています。札幌駅南口の景色を一変させるこのような巨大な駅ビルがこれから着々と形になっていくと思うと非常にワクワクしますね。こちらの新しい駅ビルは2028年度末に開業する予定です。そして高架橋の手前までやってきました。こちらはすでに新幹線のホームや駅舎を建設している真っ最中です。新幹線のホーム駅舎についてはこの北五条西1丁目地区を飛び出し、創生川をまたいで東側へと続く予定です。そして創生川を挟んで向かい側の現在重機が並んでいるところには新幹線の改札ができる予定です。このようなガラス張りの駅舎が想定されています。非常に美しいですね。というわけで今回は閉店する日付が発表されましたエスタやバスターミナル、そしてこの跡地にできます新たな駅ビルについて紹介しました。
準備組合が立ち上がり、そしてついにエスタが閉店し、新しい駅ビルの建設工事が始まる2023年、南口の景色は大きく変わることでしょう。今後も引き続き取り上げてまいります。ご視聴ありがとうございました。